夜間瀬川は、長野県内を流れる品野川水系の一級河川。古い火山である標高2000メートル前後の、志賀高原の大小地から流出する、流域面積約114平方キロメートル、全長24.086キロメートルの河川である。志賀高原に源流を持つ横湯川と角間川が、山内町の湯田中温泉、渋温泉付近で合流し、これより下流を、 夜間瀬川という。横湯川は大正地に発し、深い峡谷を形成して地獄谷に出て清流するほか、角間川は水未の熊の湯に発し、幕井は順番滝屏風岩などのある峡谷地を降り、波坂から扇状地を堆積した谷平野が展開する。合流後は夜、マセ構造国を清流し、高屋城山の裾野を回って、 中野市柳沢で千曲川に合流している。また、下流部は、湯田中付近を先長とする、長さ約 6km、面積約25平方 km の広大な、中野線上地が形成されている。その他の支流には、伊沢川や笹川などがある。湯田中、渋温泉などの温泉街は、横湯川、角間川、読ま瀬川の川床や川なり段丘に発達しているが、 しばしば激甚な土砂、洪水災害を受けてきた。長野県は1906年から砂防事業を実施しているが、1909年から翌年の豪雨によって砂防施設は破壊され、中流部の河国沿いに立地している温泉街も大きな被害を受けた。13岳の超原防繁殖地として国の天然記念物に指定された。13岳は高谷城山の火山岩が、 河川や地滑りなどで運ばれて堆積した洗浄地を千曲川の支流である夜間瀬川が侵食してできた崖である。以前の夜間瀬川は中野市の南西側を流れていたが、1406年の大洪水で流れが北側へ移動し、現在に近い流域になったとされている。なお、崖は北西から南東方向に約1500メートル続き、 中央部分で30メートル以上の高さを保っている。ヨませ川水系の水利券は、下流の中野市八ヶ号土地改良区が保有する。中野市と山の内町にかかる夜増橋付近に、八ヶ号用水の取り入れ口がある。ABCD、角川日本地名大辞典 P1171、長野県百科事典 P833、ヨませ川の地形、地質条件と、 土砂災害 ABCD13 掛けの超原防繁殖地。ありがとうございます。